はい、どうも、ケンバちゃんです。今日はね、アイプチしてるんで、アイプチについてちょっと語っていきたいと思います。こっちアイプチしてんの？こっちアイプチしてないの？で、これね、目がこうやってやると、こっちだけなんか線ついてんの？アイプチすると、なんか目を普通にしてる状態でも線がつくの、俺の場合。だから、こっち普通になんだけど、これアイプチしないかすぐ元に戻んの？これアイプチしてるか元に戻んないの？っていうのが、アイプチしてるかどうかの、俺の、すぐバレちゃうってやつ。もうすぐこうやって戻した時にバレちゃうから、両方アイプチしないとダメみたいな感じです。いや、なんでアイプチしないといけないのかっていうのは、やっぱりね、自分の美的感覚だよね。いや、俺の美的感覚っていうのは、目が二重で涙袋があるのがかっこいいと思ってるから。でも涙袋ないんだよね、全然。ほら。だから、ダメなんだよね。イケメンになろうと思ったら、やっぱり涙袋と二重は、まあね、どうなんだろうね。大事だよね、すごく。って感じです。まあ、アイプチンしましたっていうターンの報告動画です。以上です。